全部粉々にしっから行け。サスケ急に降りてくんな。お前まで螺旋制限に巻き。いいから黙ってじっとしてろ。今一つとなるのだ。まさかマダラの術がもう。なんじゃ、わらわは鉄マンで疲れておるのじゃぞ。夜なのに昼のように。そして新樹海光太。今はダメだ。俺の目で作ったスサノオがなければお前も奴の現実に縛られるぞ。気を待て。なぜわしはかからない。ヤマト。あれ、ここは無事か、ヤマト。三代目そのナルトは無事ですが、しっかりせんか。忌まわしきチャクラなき夢の世界の始まりだ。どういうことだ。サスケ、みんなを現実から覚まさせるにはどうすりゃいい。世界の救世主たる俺がな。気をつけろ、奴の影4体に四方を囲まれてるぞ。ナルト、皆の幸せの邪魔をしているのだ。お前、柱間の間違いをようやく正したのだ。初代火影様の間違いって。最初は柱間も俺も目的は一緒だった。二人で忍びの里を作った。忍びの世界は柱間の理想のもとに進んでいった。忍び同士の戦いは止まらぬ。止まらぬどころか第一次忍界大戦。違う、マダラ。ウモ君、クロゼツ、お前は何を言っている。俺の意志はカグヤだ。カグヤ、何それ。陸道仙人が言っていたやつだ。まさか。あたりのマダラの影が全て消えた。チャクラだ。地中から吹き出たチャクラをどんどん吸収してるのか。このままじゃやべえぞ、サスケ。行け、ナルト。こいつが膨れてうちに止めるってこったな。火に飛び入る虫2匹。安心しろ、皆を殺したりはしない。で、生産するために。生産、どういうことだ。地獄絶にするのだ。かつての無限つき、ゆっくりと時間をかけて変化させる。無限つき読みは内派によ。まだらよ、俺はお前などよりはるか昔から無限つき読みは平和の夢を与える術ではない。お前はそのために動いていたのだ。お前もまた一つの駒だったので。海人、
かぐや。羽衣と羽村の佐助くん、ナルト、よかった。このチャクラ、マダラなど火じゃない。オビト、あなたの目的は何だ。忍衆、ここは、この地は、わらわの大切な苗ど。戦いはやめにしよう。なら、ここでお前らを消すとしようぞ。現実なのか。いや、この感じ。何してる。俺じゃなくて。カカシは府内に巻物の端を結びつけてロープ代わりにしたんだ。まさか別空間を口寄せしたとでも言うのか。前を見ろ、ナルト。俺の陰の力だけが目の前のあれを封…分かってんよ。こういう時は体が勝手に動いちまうもんだろ。不自然の時、まあ、いや、この意味お前ならわかるよな。あの時、もしかしたらサスケ君は無意識に。ありがとう、ナルト。くそ。ビャグが、しまった。鷹の点血を使えた。ナルト、お前。確かに陸道の着路を得たマダラも浮いてたしな。影分身の術。陸道の着路、着路とは、わらわ唯一のもの。もう一度、着路を一つにする。聞かない。お前が瞬身の術みてえなの使えるようになってたの忘れてたぜ。だが奴を封印しなければ。さあ、母のもとへ。かぐやはお前たち二人を見て。なんだと。こいつ雰囲気が変わった。お前たちに見せて。飴玉はないが、お前らだけが忍びの歴史じゃねえんだよ。反抗期が長いな。もうあれしかねえ。あの術しか。あんな奴とどう戦うつもりなの、ナルト。お前本気か。やってみるまでわかんねえだろ。それで奴の隙ができる可能性があるな。逆ハーレムの術。なあほー、この状況でなんで術してんのよ。これが忍びの歴史だ、この野郎。今だ、ナルト。
尽き。あんな術で倒せるとは花から思ってない。こいつら分けちまえば。そして一匹ずつ。サスケ！とにかくサスケを見つけねえと。